GNU コンパイラコレクションは GNU のコンパイラ文である。略称は GCC。GNU ツールチェーンの中核コンポーネント。最新標準パッケージには C、C、Objective、C、Objective-C、Fortran、ADA、Go、D のコンパイラ並びにこれらのライブラリーが含まれている。バージョン7以前では Java もサポートされていた。 当初は C コンパイラとして開発し、GCC は GNU-C コンパイラを意味していた。しかし、もともと他言語を想定して設計しており、GNU-C コンパイラと呼ばれていた時でも多くの言語に対応していた。現在でも GNU-C コンパイラの意味で GCC と呼ぶことも多い。ちなみに GNU-C コンパイラの実行ファイルの名称も GCC である。なお、 GNU-C コンパイラを GE, GNU Java コンパイラを GCJ, GNU ADA コンパイラを NAT と呼ぶ。C コンパイラとしての GCC はシー規格にほぼ適合する C 言語コンパイラ処理系であった。登場当初の時点ではオペレーティングシステム標準に付属する C コンパイラがシー規格に適合していない部分が多いものがあった。そのため、 GCC は、アンシー規格を広める役割を果たした。GCC 自身は、K&R の範囲内の C 言語で記述していたので、OS 付属のコンパイラでコンパイルできた。ただし、GNU 拡張という独自の仕様もあり、GCC でコンパイルできるものが、アンシー適合コンパイラでコンパイルできるとは限らない。1985年、当時マサチューセッツ工科大学の研究者であった。 リチャード・ストールマンによって規制のコンパイラーを拡張する形で開発が始められた。当初コンパイラーはパステルというパスカルの方言によって書かれていた。その後ストールマンとレナード・ H ・タワー・ジュニアによって C 言語で書き直され GNU プロジェクトの一つとして1987年に公開された。さらに2012年にはローレンス・クラウルとディエゴ・ノービオによって C で書き直された。E-GUX は1997年に当時開発中の GCC2.8 をベースとしてシグナス社の E-GUX ステアリングコミッティにより開発された拡張版 GCC である。1999年4月 GCC と再統合されて E-GUX が GCC の公式バージョンとなり GCC の開発主力は GCC ステアリングコミッティに委ねられた。また、この時点で GCC は GNU コンパイラコレクションの意味となった。統合後初めてリリースされたバージョンは1999年7月の GCC2.95 である。GCC は通常のコンパイラと同様にフロントエンド部、最適化部、バックエンド部から構成される。フロントエンド部は軸解析。 公文解析などを行い、対応言語ごとに用意されている。例えば C、フロントエンド、Java フロントエンドなどがある。バックエンド部のコード生成部、及び最適化部は全言語で共通である。従って GCC の対応の言語同士の間では、生成コードの質や対応する CPU の種類は原理的に同じになる。なお、フロントエンドおよびバックエンドの間で、 やり取りされる中間形式として RTL が使用される。C コンパイラーとしての GCC の開発のために開発された高分解析部生成系バイソンやフリーな軸解析部生成系フレックスといったプログラムを使用して GNUC コンパイラーその他の各種フロントエンドは構築されている。これらは単独のフリーソフトウェアとしても有用なものである。GCC は バージョン4から中間形式が2つ追加された。まず、各言語は通常フロントエンド言語の機構造を保持した共通中間形式のジェネリックに変換され、その後、d ンペルという中間形式で機の最適化さを行ってから RTL の最適化が行われる。また、C や C のコンパイル時にフロントエンドの構文解析、軸解析において、 バイソンやフレックスを使用しなくなった。GCC はそれ自身が有用なフリーソフトウェアだが、OS や DOS エクステンダーを構築するための基盤ツールとしても非常に有用であり、商用、非商用を問わず多くの環境で標準的な C コンパイラーとして採用されている。特に Linux や FreeBusd などフリーソフトウェアとしての OS は、もし GCC が存在しなかったならば、 大きく違ったものになっていたであろうと言われている。実際リナックスの生みの親であるリーナストーバルズは GCC を GNU プロジェクトの中で最も重要なものとして挙げている。また多くの組み込み OS やゲームの開発環境でも GCC を採用している場合も多い。これはクロス開発を容易なものとする GCC の広範なプロセッサーへの対応が評価されていることによる。 その一方で、現状では生成コードの最適化において、特定のプロセッサーへの最適化を図る商用コンパイラに水をあけられているのが実情である。特に科学技術演算で多用される、ベクトル演算機構への対応や、特定のベンチマークなどでは顕著であった。これは多様な環境に対応することを第一とし、個別のプロセッサー向けの最適化を追求してこなかった、ことも、 大きな要因であったが、最近ではこれを改善するための試みも始められている。GCC をめぐっては GNU General Public License との関係が問題視される場合がある。実際 GPL フリーを目指して OS の標準コンパイラを GCC から別のものに切り替える動きもあり、一例としてフリーブスドでは2012年に標準コンパイラを GCC からクラン、 LLVM に切り替えた GNUC コンパイラの特徴の一つは前述のようにアンシーあるいは ISO 等の標準への準拠である。もう一つの特徴は独自の拡張機能である。このような拡張を GCC 拡張機能と呼ぶ。GCC 拡張機能は数多いが多引数マクロ、基本型としての複数型、式の演算結果としての左辺値。 初期化式の拡張、C でのインライン関数定義、ネストとした関数定義、ラベルに対する演算子の適用などがある。このような拡張は C99 における標準 C の拡張として逆に取り込まれたものも多い。言語機能の拡張の他に、標準外機能として、アザム文によるインラインアセンブラの機能はユニークである。ただし、 GCC においてはこのインラインアセンブラ機能を利用して記述したコードに対しても最適化が行われる点に注意が必要である。その他、研究論文の発表における実装例のベースとして、あるいは実験的機能実装のベースとして GCC が使われることも多い。そのような拡張の最近の例としては、スタックバッファーオーバーフローに関する、 脆弱性の回避のための GCC 拡張プロパリスなどがある。GCC は高度な最適化を行うが、CPU ベンダーやリスクワークステーションメーカーが提供するコンパイラと比べると見劣りする場合もある。マルチアーキテクチャゆえに機種依存しない最適化が中心となるため、特定の CPU に特化した専用コンパイラと比べてやや不利な立場と言える。2005年4月に、 リリースされた GCC4.0 はループ最適化の改善や自動ベクトル化など最適化機構が大幅に見直されている反面 GCC3X で書かれたコードがコンパイルエラーになることがあり互換性において若干の問題点がある GCC4.2 ではバグ修正最適化の改善に加え新機能として C、C、フォート欄でオパンンプに対応し さらに GCC4.3 では、ループの自動並列化によるマルチスレッド処理が可能となるなど、マルチプロセッサ環境では大幅にアプリケーションの性能を引き上げることが可能になった。ただし、マルチスレッドやベクトルプロセッサを使用しないことを前提としたシングルスレッドアプリケーションにおける最適化においては、3XK よりも一部のプログラムにおいて劣る場合もある。 PGCC は、登場当初は特に MC680X0 系に対して商用コンパイラを凌化する最適化品質を誇っていたとされる。ただし、これは同時代の68キロ系商用コンパイラとの相対的な比較、評価であり、絶対的な指標によるものではない。単に当時の68キロ系用商用コンパイラに、 生成コードの最適化で GCC よりも優れた製品がなかっただけである。GCC は他のプロセッサ環境においてもその生成コードの品質ではなく移植性の高さ、クロスプラットフォーム開発における作業の手間を省くことに注力している。68キロプロセッサを特別優遇しているわけではない。ありがとうございます。